おととい、大崎地方の企業を対象に開かれたセミナー。およそ50社の経営者が集まりました。テーマはサステナブル、持続可能な企業経営。講師が企業が存続する上で最も重要なのは人材育成と力を込めました。何かあって会社がもし倒産しちゃったら何かうまくいかなくてリストラになった。でも他でも活躍できる価値あるいは経験を持っていけるよっていうことを示せればみんなついてくるんです。特に今の若い人はそうです。若い人はなぜ転職するかっていうと、この会社に行って将来大丈夫かと思うから転職するんです。セミナーに参加した経営者の一人、大崎市鹿島台で給食事業を手掛けるマルヒ食品の佐藤香織専務です。今日は宮城県産のパプリカの加工をしています。黄色と赤を今ですねダイスカットにして冷凍の網に並べているところなんですけれども、マルヒ食品の創業は1960年、他社ブランドの製品を作る OEM 製造を主に手掛けていて、ここで作られる弁当は様々なブランドとして店頭や通販で販売されています。こだわりの一つは地産地消。昨日も石巻産のトマトや栗原産のパプリカが加工されていました。加えて小さく刻んで調理する食材にはこんなこだわりも。農家の方々の手取りを上げるためには A 品だけじゃなくて B 品 C 品っていった規格外の品物をですねお金に換えるっていうことが一番必要だと思ってまして、私どもがこれを作ることによって農家の手取り収入が上がる。それからパプリカがですね取れない冬の期間ですね、冷凍しているものをお使いいただくことで生よりも安く学校給食の現場でこういったものが使えるっていうことで、ゆかりなしのもので、うんうん、それがゆかりなしで真空調理して、うん、後からゆかり混ぜたもので、うん、色的にはこれだよね。そうだね。さらには商品開発、担当しているのはいずれも20代の若手社員でした。開発の仕事に憧れていて、はい、ですのでこう若いうちからこういうことをやらせてもらえてすごいありがたいです。若手社員の発案で去年3月には初めての自社ブランドファーストスプーンを創設。地元で栽培された米を使ったおかゆなど離乳食の製造販売にも乗り出しました。今年11月にですね東松島の方にですね第二工場を新設する予定にしておりまして、そこでですねたくさんの若い子たちがですね会社100年後にですねちょうどですね定年を迎える年代になりますので、そこのゴールまでですねどうやって自分たちが歩んでいくのかっていうことを考えながら進んでほしいなというふうに考えてます。多くの企業様っていうのはやっぱり人さえいれば成長。七十七銀行はこれまで新興企業を対象としたセミナーは開催していましたが、地域にある中核企業向けに開いたのは初めてです。根本的な考え方をこれから変えていかないと会社を存続するというのは非常に難しいことだなと感じましたし、どうやって自社をアピールするか、その一つの方法が例えば上場という手法があったり、例えば採用の工夫の仕方があったり、例えば労務の管理や人をどう管理するかによってステージが全く違う会社になると。経営環境が目まぐるしく変化する中でいかに存続発展し続けるのか、地域の企業ではさまざまな取り組みが進んでいます。